かつて F1 をもしのぐ凄まじい加速を誇り、多くのラリーファンを熱狂させたグループ B。そのグループ B をさらに発展させた、グループ S というカテゴリが発足しようとしていたことをご存知でしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は、狂気のグループ B 規定の発展カテゴリとして計画された、グループ S 構想と、そのグループ S に投入される予定だった、幻のラリーマシンたちを解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者 Twitter もよろしくお願いいたします。FISA は1982年、国際モータースポーツ車両規定の再編に伴い、グランドツーリングカーを定義する、グループ4の実質的な後継カテゴリとして、グループ B カテゴリを制定。ラリー競技の最高峰である、世界ラリー選手権、WRC は、1983年から本格的に、この車両規定を導入しました。グループ B は、改造範囲の制限がほとんどなかったほか、ワークスマシンであれば、20台以上生産されればホモロゲーションが取得できる、エボリューションモデル規定を定めたことで、多くのメーカーによる開発競争が過熱。各メーカーが世界選手権制覇を目論み投入したマシンたちは、どんどん過激さが増し、1000キロそこそこの車重に、600馬力超のターボエンジンを搭載した、F1 顔負けの加速を誇るマシンたちが、迫力の走りを見せていたのです。年々過激度が増すグループ B には、安全上の懸念や、開発コストの高騰が指摘され始めましたが、グループ B の成功は、この規定あってこそであり、FISA は多くのメーカーの参入で盛況を博していたことや、その過激なマシンの魅力で爆発した人気を考慮し、なかなか大胆な規制に踏み切ることができなかったのです。そんな中、FISA 会長のジャンマリー・バレストルは、グループ B の後継カテゴリとして、グループ S を新たに設けることを提案。グループ S は、グループ B の課題であった安全性の向上と、開発コストの圧縮を目的として、レギュレーションが議論されたものの、結局馬力やエンジン排気量の規制は行われず、コスト削減のためにホモロゲーション取得条件が緩和されるにとどまりました。そのため、参入メーカー側はより安価にグループ B と同等のマシンを選手権に投入することが可能となることで、さらなる開発競争を焚きつけ、マシンはさらに過激になるのではないかという予測もされていたのです。そんな中、グループ B で WRC に参戦する多くのメーカーが、グループ S 導入を見越した新車を開発していました。しかし FISA は、1985年から86年にかけて発生したグループ B のマシンの重大事故を受けて、グループ B の廃止とともに、88年から開始する予定だったグループ S 構想を、安全上の懸念から白紙に戻すことを発表。WRC は1987年から、より市販車に近いグループ A 規定のマシンで争われることになり、多くの自動車メーカーが当時の最新技術を注いで開発を進めていたモンスターマシンたちは、日の目を浴びることなく、お蔵入りとなってしまったのです。ここからはそんな、幻のグループ S マシンたちを紹介していきます。トヨタは1975年からアンダーソンモータースポーツをバックアップする形で WRC へ本格参入。グループ B 規定が始まった1983年には3代目セリカの排気量を拡大するなど大幅な改良を加えたエボリューションモデルであるセリカツインカムターボ GTTS を投入していました。FR のセリカ GTTS はグループ B の WRC で勝利を収める活躍を見せていたものの 4WD マシンが主流になっていく中で次第に苦戦を強いられるようになっていきました。そこでトヨタはモンスターマシンがひしめく他メーカーのグループ B マシンたちに対抗すべく新たなマシンの開発に乗り出します。それが1984年に発売された初代 MR2 をベースとしたマシン 222D です。222D はミッドシップエンジンリア駆動の MR2 を 4WD 化することを見据えて開発が進められ、シャーシはグループ B ではおなじみのパイプフレーム構造を採用。ミッドシップに搭載されたエンジンは量産車の A 型エンジンから2リッター直4ターボの 3SGE エンジンを縦置き搭載。500馬力以上を発生させる本格マシンでした。ボディは MR2 のデザインを引き継いだものの、ホイールベースは大パワー化に伴って 150mm 延長されていました。しかし、ハイパワーになりすぎたグループ B の安全性やコスト高騰の懸念が叫ばれ始め、新たなカテゴリであるグループ S の構想が生まれると、トヨタもターゲットをこのグループ S にシフト。当初の予定を変更して 222D はグループ S マシンとして開発が続けられていました。しかしグループ B の廃止が決定し、グループ S 構想が白紙になると、活躍の場を失った 222D の開発も当然中止され、このマシンが表舞台で活躍することはありませんでした。結局、グループ A 規定で争われることになった WRC に、トヨタは1988年にセリカ GT4 を投入。このマシンでトヨタは、1990年にカルロス・サインツが初めてドライバーズタイトルを獲得し、翌1991年も5勝。WRC における強豪チームに上り詰めることになったのですが、グループ B、グループ S 規定が続き、222D が投入されていれば、また違った歴史を歩んでいたかもしれません。グループ B 発足前の1981年、アウディはフルタイム 4WD を採用したクワトロを WRC に投入。1982年にはマニュファクチャラーズタイトル、1983年にはドライバーズタイトルを獲得し、ラリーにおける 4WD マシンのトレンドを作り出したのです。グループ B の開発競争が本格化した80年代中盤には、スポーツクワトロ S1 を投入しますが、ミッドシップ 4WD を採用したプジョーら、ライバルに遅れを取ってしまっていました。そんな中、FISA が新規定のグループ S 構想を発表すると、アウディは新車の開発に着手。それがこのスポーツクワトロ RS002 でした。RS002 は風洞実験を重ねて設計された特徴的な流線形のボディデザインを採用。これまでフロントに搭載されていたエンジンはトレンドに合わせミッドシップレイアウトに変更され、700馬力を発生する 2.1 リッターの直列5気筒エンジンを搭載する予定だったといいます。車重およそ 1000kg のコンパクトな車体に700馬力のエンジン、空力を突き詰めたボディデザインの組み合わせは、想像を絶するポテンシャルを秘めていたであろうと思われますが、グループ S 構想が幻となってしまったことで、その力を発揮することはなく、RS002 はお蔵入りに。アウディはグループ B 廃止が決まると、グループ A 規定に移行した1987シーズンを最後に、WRC でのワークス活動を休止し、撤退。以降はラリー競技での活動を行っていません。かつてミッドシップエンジンのストラトスで黄金時代を築いたランチアは、グループ B 規定が導入されてすぐ、そのノウハウを生かしたラリー037を投入。1983年にはマニュファクチャラーズタイトルを獲得するなど、グループ B においても実績を上げていました。しかし、4WD 化の波には乗り遅れ、その後は低迷。開発が遅れていたミッドシップ 4WD のデルタ S4 を投入したのは85年のことでした。このデルタ S4 のポテンシャルは凄まじく、直列 1.8 リッターエンジンにターボとスーパーチャージャーを組み合わせたツインチャージャーエンジンは600馬力以上を発生していたと言われ、熾烈な開発競争が続いたグループ B の究極系とも言えるマシンでした。そして、そのランチアがデルタ S4 の後継者として、グループ S 規定を見据え開発を続けていたのが、ECV と呼ばれるマシンでした。トリフラックスと命名された新たなエンジンは、1.8 リッター直4ターボで、S4 に匹敵する600馬力を絞り出しつつ、ターボラグを抑えるために小型化された、ツインターボ仕様。ボディはカーボン素材が用いられ軽量化を実現。また重量配分を改善することで S4 で癖のあったハンドリング特性を改善しており、 S4 の正常進化版といえるマシンに仕上がっていました。しかし、ランチアが照準を合わせていたグループ S は、皮肉にも S4 を操るトイボネンの事故が決定打となり廃止となったグループ B の煽りを食らって計画頓挫。 ECV が表舞台で活躍を見せることはありませんでした。マツダは1984年、サバンナ RX7 をベースとしたグループ B マシンを WRC に投入。エンジンは 12A から 13B に換装され、300馬力を発生させていましたが、駆動方式は主流の 4WD ではなく、ベース車両乗りや駆動のままでした。85年のアクロポリスラリーでは3位に食い込んだものの、並みいるモンスターひしめくグループ B マシンたちには太刀打ちできず、この年限りで参戦を終了していました。しかし、そんなマツダも後にスタートするはずだったグループ S を見据えた車両を極秘に開発していたのです。ベース車両は FC3S 型 RX7。搭載位置がキャビンに食い込むほど下げられたフロントミッドシップに搭載されたエンジンはグループ C マシンの 757B に搭載された3ローターの 13G が搭載され、最高出力は450馬力。車体とのバランスを重視してグループ B のトレンドであったリアミッドシップをあえて採用しなかったといいます。駆動方式はグループ B マシンでは採用しなかった 4WD とし、コクピットにはトルク配分を変更するスイッチを配置していました。足回りはダブルウィッシュボーンサスペンションにフォード200ルピーと同様のツインダンパーを搭載。しかしこのマシンもグループ S 構想が頓挫したことにより幻に。3ローターのロータリーサウンドを響かせ、世界の難コースを疾走する姿を見ることなく、お蔵入りとなりました。いかがだったでしょうか。今回は狂気のグループ B 規定の発展カテゴリとして計画されたグループ S 構想と、そのグループ S に投入される予定だった幻のラリーマシンたちを解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。